おはようございます。株と為替の売買シナリオ、緊急特番としてお送りさせていただきます。12月15日木曜日の、えー 東京市場、今、幕開けでございます。えー、現在が7時半を過ぎたところでございますね。えー、午前7時半を過ぎたところでございます。さて、えー、改めてでございますが、米国、う連邦制度理事会はですね、え連邦公開市場委員会を開催いたしまして、約1年ぶりに利上げをいたしました。さて、こちらご覧になっていただければというふうにして思います。まだですね、各種報道、まだまだ、えー、早朝の、東京の朝の午前4時の早朝でございましたので、まだまだ報道ができきれてませんが、えー、こうして、FR FRB のサイトからはもう直接ですね、イエレン FRB 議長の記者会見模様、そして各種ステートメントなども出ております。えー、こちらご覧になっていただければと思いますが、えー、こちらの方はフェデラルリザーブプレスリリースというように出て,ております。2分の1から4分の3、あ要は0.5か0.75とこういうような形で、こちらのところでもですね、利上げの… 決定がなされているわけでございますそしてもう一つ経済見通しそして今後の金利見通しに関してもですねドットチャートも含めて出ておりますのでぜひこの FRB のサイトをご覧になっていただければと思いますさてでこれを受けてでございますが本日の東京市場がどのような展開になっていくのかというところで FOMC で決定されたポイントそして本日の東京市場の株と為替のシナリオ イメージ、それぞれの上下水準を、えー、今回は、えー、ご案内させていただこうかと思います。12月14日、1日オン米利上げ後の株為替の反応というところでございますが、ポイントとして、えー、押さえておきたいのは、えー、まずは利上げの見通しとして、今まで、えー 9月の時点でございましたが、2017年は2回ほどの利上げというふうになっていたのが、今回においては約3回の利上げ見通しになったというところでございます。1.375%までというところです。これを受けてドル高円安にマーケット反応した。特にドル買いというような形になりますが、ドル高円安に反応しました。で、これを受けて日経平均株価の方もですね、19,400円水準まで上昇。ドル円相場の方は原告でございますが、1ドル117円。 2つ目のポイントなんですがイエレン FRB 議長。 え、どのような記者会見になったのかというとですね、まあ財政拡大は完全雇用には明らかに必要とされていないと、いうこと。で、この辺はですね、やはりちょっとトランプ施策に対しては少し距離を置いたのかなというところ。そして、えー、さらに、トランプ政権の施策においては深掘りできるような、えー、発言を少し避けてらしたのかなというイメージがありました。えー、それとは距離を置いて、米国の経済状況において、えー、まあ先行きは不透明ながらも、まあ、現状においてはかなり堅調性が強い。 止まってきてきというところでの利上げ志向を見せているとこういうところこうしたところがですね今回ちょっと大きなポイントになったのかなとこういうところだと思いますいずれにしても緩やかな利上げを正当化するということを想定しているというところがまあ大きなポイントになったかというふうにしてみておりますそして本日の東京市場でもございますがまずはドル円レートでございますこちらは昨日の夜の動きからのトレンド 夕刻、えー、からのトレンドを追いかけたところでございますが、やはり115円台から116円にかけるのこの急激な上昇帯、えー、この辺がまあ大きなポイントになってくるのかなというふうに思います。で、本日の東京市場でございますが、116円の70銭水準から117円の50銭、えー、6の7丸、7の5丸ぐらいの上、えー、予想レンジで見ておりますが、ポイントとしては2月の8日の高値圏7の5丸を超えることができるのかどうか。えー、そして本日は東京市場五等日でございます。 需給がです、ね、どの程度までドル買いを持ち込んでくるのかというところ当然でございますがドル高円安え、昨日の水準とはまた大きく変わっておりますので輸入企業もしくは機関投資家などがどの,どの程度までないしは FX 投資家からもドルの買い戻しが余儀なくされるような動きが116円台の後半から出てくるのかどうかとというところがポイントになってくるというふうにして睨んでおります。 えー、そして日経225の方でございますが昨日とも明らかにですね2円幅違っております、えー。これを受けて日経平均株価がどのようなですね、円安というような期待値を持ってして、えー、上値追いをするのかというところがポイントになってくるかと思います。えー、日足のボリンジャーないしは週足のボリンジャーのプラス2シグマも大きく超えているような状況の中では、本日でございますは19,300円水準に鞘要請してから、あそして 1>, 1万9500円水準までアプローチできるのかどうかというところがポイントになってくるかと思いますが外部環境の変化という観点においては,やはり一番大きなポイントは円安になってくるのかなというふうふに思います、株式市場はかなりです、ね、ドル円レートを横に乱みしてと動きというところで本日の東京市場のシナリオをイメージしております。 改めてでございますがこれからです、ね、東京市場、まあ、まあ幕開けになっていると言ってもまだまだちょっと時間軸があるわけでございますが本格的な動きの前にです、ね、ぜひ昨日のニューヨーク市場の動きそして株式市場関係者の皆様方はぜひ為替市場関係者の皆様方 FX を取り組みの方はぜひです、ね、米国の株式市場などの動きその辺をぜひです、ね、チェックしていただいて本日、リスク管理再チェックしていただいてお取り組みいただければというふうにして思います。 以上12月の15日、えー、臨時特番としてお送りさせていただきました株と為替の売買シナリオをご案内させていただいておりました。